日はお日柄よく熱湯沸騰ガラクタ市めでたく開催の運びとなりました。めでためでたの先触れといたしまして、私ども即席珍丼部隊、このように皆様の御前に参上をつかまつりましてございます。古きもの良きものたくさんございます。にぎやかなお店が目白押してございますので、どうかお時間許す限り足をお止めいただいて、隅から隅までお楽しみいただけますよう一同精一杯頑張りますので、よろしくお願いいたします。これすごいですね、これ。あ、ありがとうございます。アロンアサでくっつけたんですか？いや、溶接で、オリジナルのグッズなんですよ。なんで、受注販売してて。あ、これですよ。あ、これもそうです。これはもう鎖を固定したワインホルダーです、ね。なるほど、そうか、全然わかんないですね。なんか浮いてるようですね。これがすごい面白いのが、ホットドッグハンガーって言って、はい、ソーセージを刺して、上でパンを焼いて、バーベキューの時に、はい、あのホットドッグを作るというユニーク商品なんですけど、一度にできるってあ、そう、あの
要はソーセージとパンが両方一緒に焼ける。あ、ちょっと、あ、そうです。はい、おお、こんな感じで。昨日の夜溶接してました。あ、素晴らしい。これ自分たちで作ったやつですか。そうです。素晴らしい。何点ぐらいあるんですか。みんな違いますね。みんないろいろ違って、一点ものが結構何点ぐらい。8点ぐらい、うん、あ、そうですね、うん、これで何食目ですかね。今20ぐらいですかね。そうですか。まだまだいきます。今日はですね、ほうれん草とチーズ入りのキーマカレーになります。エリーカレー。はい、そうです。日によって違うんですね。はい、レジが並んでましたね。はい、ありがたいです。本当に皆さん買っていただいてありがとうございます。今日は何食ぐらい出たんでしょうか。今日は今のところ30食ぐらいですかね。はい。カレーの研究はすごいという話を聞いたんですけど。あ、なんかカレーがすごい好きで、いろんなところに食べ歩きに行ってます。そうなんですね。はい、じゃあ今後も期待していいですね。はい、お願いします。またお待ちしております。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。弊社で買い取らせていただいた物件、荷物も一緒に買い取らせてもらうときあるんですけど、その中からこうやって今日いろんな物件紹介と一緒にちょっとうちの顔と名前を覚えてもらって書いてもらって。ちなみになんていう。株式会社モガナって言います。モガナ。はい。なるほど。どこにあるんですか。ですね、長野市の若月東城というところにあります。結構もうここから正反対のところなんですけど、山手の方なんですけど、もう長野市から、上越、新潟の方ですね、からあと佐渡島の方まで物件いろいろやってますので、なんか気になるところあれば来て。たまたま佐賀とか千曲市に物件があるってことですね、はい、あ、そうですね、千曲市の方もこういうふうに取り扱ってたりするので、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。よろしくお願いします。上から架線から来てるのと、2系統やってるので、うん、だからね、200ボルト。そこのボルトまではちょっと私も分からない、申し訳ないです。はい、なんかうちで使えたらいいなって。あ、どうも、長野インターネット遅くです。こんにちは、どうも。いや、なんてお店なんでしょうか。旬野菜です。旬野菜。旬野菜。ほいほいほい、これですね。はい、はい、じゃあ今、その看板を持ってる方はなんて言うんでしょうか。自己紹介お願いします。畑野です。畑野さん、はい、何を売ってるお店なんでしょうか。おやきとあんず製品です。あんず関係。はい、おやき。おやき。おやきの特徴は何でしょうか。あ、地粉の夢製菌を使ってるおやきです。はい、もちもちしてて、はい、冷めても柔らかくて美味しいです。なるほど。あ、定番、野沢菜とか定番から、千曲市のあんず製品のあんずおやきとか、あとは、トマトが人気です。おいおいおい、今日は従業員がたくさんいますね。お手伝いですね。はい、この子たちは地元のあんずを PR するグループで、八代附属中学校の子たちで、はいはい、自分たちであんず、干しあんずを作って、はいはいはい、それをケーキに入れてます。どんな役目なんでしょうか。
私は、まずこの3人の中でお金とか価格とかそういう自分たちでこう販売した額とか、マイナスプラスをお小遣い帳って言うんですかね、家計簿につけたりして、この活動のお金、経費を担当してます。なるほど。そして私は、一応ここのグループのリーダーをしていて、外部との関わりを主に担当しています。外部との関わりを担当しているわけですね、はい、そして私は、彼女と同じような感じの活動をしているんですけど、まあ、外部との関わりを大切にして活動しています。その先輩、私たちは2代目なんですけど、はいはいはい、吉野高校の現在3年生の先輩たち3人がこのパウンドケーキ商品を開発してくださって、それを引き継いで現在活動しています。なるほど。ぜひ皆さん頑張っていただきたいと思います、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。どうですか、皆さん心配されてたんじゃないでしょうか。まあ心配はしていただいたんですけど、自分の方はね、これができるかどうかの心配だったので、はい、そちらの方ができてよかったなと思ってます。まあちょっと雨も降っちゃったし。そうですね、はい、まあちょっと条件的にはあれだったかもしれないけど、うん、まあいい場所はありますね。そうですね、はい、まあ筑波市さんとね、この筑波市観光局さんが協力してくれてるので、こういう場所を借りられてよかったと思ってます。今後どんな風にこう夢を描いてるんでしょうか。町全体でこういうのができたらいいなと思ってます。なるほど、はい、ぜひ丹治さんの体も気をつけながら、はい、ぜひ皆さんのために頑張っていただきたいと思います、はい、はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、こんにちは、長野インターネット局です。ありがとうございます。どうも。今日ガラクタイチ、せっかくのガラクタイチですけど雨降っちゃいましたけど。本当だね、ありがとうございます。でもおかげさんで昨日から段取りして、みんなに急遽こっちに移っていただいたんで、本当にありがとうございます。まあ、いい場所があったので。そう、よかったです。看護婦をそこあって開放してくださるからね、本当感謝しかないですね。ありがとうございます。結構盛大に。ね、こんなに来てもらえばめちゃくちゃ嬉しいよ。ありがとうございます。なんか今日はちんどん屋が…そうそう、あ、撮ってくれたんでね。はい。そうそうそう、ありがとうございます。そうそうそう、あ、これもいいとこだ。素晴らしい。あの、頭。あの頭まあ昔懐かしいちょっとかわいいね。もうまあちょっと皆さん気づいてくれたんですけど、はいね、観光客の方も結構そうですね、嬉しいです。宣伝になったかなって感じですね。 ありがとうございます。ガラクタイチ今回何回目になるんですか。今回3回目です。3回目、うん、どうですか、いつもと力が入ってるような感じがするんですけど。どうなんだろう、でもなんだろう、ああさっきあったじゃんでもあれですね、そうそう、うちのお客さんですあの泊まりによく行っちゃうよ。でもこれ面白いねもう清水さんの周りにはいろんなこう、うんね、おかげさまでありがとうございます。本当にありがとうございます。いやでも皆さんのおかげなんです。これやっぱり皆さんのおかげ。まあ、今日はあの主催者の責任者である加賀さんね、そうそう、まあ、いろいろあってそうです。だからもうバタバタでしたけど、でもなんとかここまで来れたのも皆さんのおかげだなと思ってます。本当ありがとうございます。まだ午前中ということで、ね、まあ、も続きます。そうですね、楽しんでってください皆さん、ね、ぜひあの今後どんな風にこう進めようと思ってますか。今後、いやもっとなんだろう、本当に今回本当に歩行者天国にして、そこを鎮座さんに練り歩いてもらったり、あとは物販出したりとかね、食べるもの出していただいて、この町の道路を有意義に使うことの方に市の方からお話があったんで、そんなことができたらと思って、今回ちょっと雨降っちゃって中止になっちゃったので、次回はそれにチャレンジ、ね、していただけたらなと思います。年内まだありますからね。そう、10月かな、9月か秋にありますんで、ぜひまた皆さん来てください。ぜひ頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。今日はお疲れ様です。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今そのずっと動かないっていうのがいい。ありがとうございます。